ちゃ辛いもん食って平気な顔してるやつ大体こういう間違いない。ということで今回のお題はよっ NG ワード選手権。ルールを説明しよう。おでこにお題を書いてあるんですけど、書いてあるやつを本人が言ったらアウトのゲームです。はい、まあそれをどううまく言わせるかっていう感じですね。みんなのお題見て、あかんぞ。見た、なんで。では、よーい、えい、お盆休み始まりましたね。いや、ほんまやっと、マジどこも行っとる。まだお盆休み、俺は9連休やから。そうね、マジで、もうどこも行くとこない。疲れたら、マジで、店開いてないな。もうおじせやから、たぶん、うん、ほんまですか。ほんま、お盆休みだ。マジで、いつ終わるの、交代勤務。え、これ逆に最近休むの、休みはちょっと危ないと思うね。なんやもう。でも普通の考えかな。普通に休みの日何しとる、子供か。ああ。俺何しとるな。俺最近やったらボイトレとか。ああ。歌手なの。まあ、エグザイルの卵ですからね。一発目ビール飲まず、いや一発目だけ。奴はビールだと思っている。ワクチンがな、今あれだな。俺まだ、まだ俺一回目打ったで。打った、うん、2回目いつなの。8月、まあ、20日。花ちゃんってどうなの、出るん、子供って。どうなの。赤ちゃんってどうなの、どうなの。てかあれじゃん、妊婦ってあんま打たんのじゃん。妊婦は妊婦出るん。え、だから、あ、でもあれじゃん、打ったら子供の腹の中の子供も、うん、いや、免疫つく、免疫つく、一生つかなくとか、あの、へその E だろ。へその E？ へその A。オードレイ。へへ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 へ。こいつは男の子のことボーイズというらしい。パパどれ？スペシャルゲスト来てくれました。はなちゃんパパどれ？この子はペイの子供、はなちゃんである。はなちゃんパパ誰？パパどこ？パパ誰だ？じゃ全員でさ、読んでどこに行くかやろうや。はなちゃん、おいで、おいで、おいで。はなちゃん、アウス、はなちゃん、おいで、アウス。じゃあこっちも見てよ。びっくりしたよ。何を、アウトやろ今の。こっち、いや、こっちなんか書くわけないよ。ここが見てよ。いいアウト。はなちゃんです。はなちゃんだよ。これアウト、アウトはあれやな、結構なりやすいな。そう、なりやすいな。これはいいお題やった。言ってまうわ。では、はい、お芝居しとってください。はい、やったら終わり、終わり。お前結婚したら絶対遊ぶやろ。いつも聞いてる。いや、俺もこれ喋っていいの。俺も家庭を第一番に考えておく。親父はどないしたの。親父、親父はあの何しとる。え、親父どない結婚した時何しとったの。俺もそう。え、逆にな、不倫したやつどう思う？多いよな。いや、もうありえんやん。意味わからんくない。うん。芸能人旦那へ呼ばれとんの。芸能人なの？めっちゃ俺や。ゆうたろ、どれやもん。
何がスプレーするんですか。バレほんまにバレんかったら別にいいな。俺もそうやけど、相手もそうやしバレんかったら怒れんの。 OK ではないけど、バレたらあかんの絶対に。そういうなんか、いや、やったらあかんの。いや、そうやけど、なんかあの疑いとかも全くゼロやったらまだなんかおかしいなって思ってもたらもうあかん。あー、疑いの心が出たらもうそれは不倫と、うん、なんかじゃあどっからが不倫とかあるくないですか。それありやな。普通に女の子と2人で飯行ってアウトとかある。いや、飯ぐらいやったかな。どっからがアウトなの。お前がもし結婚してどっからがアウトなの。アウトー、アウトー。いや、その遊びに行く状況にもよるけど、その何のために遊びに行くんですか。ほんまになんか2人っていうのはあんまりいいことでもよくわからない。あ、大体自分のもう、あれ、言葉。いや、俺全然わからんの。俺はもう大体わかった。まだ分かってる。俺はあんま触れてる。小島だよ。うるせえよ。小島さん、小島さん、おしまいよ。くそーぞんおやつも。わかる、振り向け。見ながら。不倫です。いや、めっちゃあれやで、もう回復組んだったよ、ね、いや、これ一番むずいな、全然言わんかったもん。さあ、決勝戦です。いや、勝つ気なくてたのちょっと分かっとうかな。いや、俺はもう分かっと。何言ってみて。いや、アウト。言うとアウト。やっぱみんなね、やっぱユニバとか行きたいよな、また普通にユニバでな、動画撮ってね。うん、ユニバ行きたい、マジで。今ってどうなんやろな。おいさん、エキスポとかも行きたいのに。俺、エキスポまで行ったことあるよ。エキスポ開いたの今。開いたって。開いたの。開いたって。マジで、いつ終わるんけな。もう、やばいよな。てか、お前、かかったやろ、賞味。見たくないから。第1回戦は僕の勝ちですね。お題は一人ずつ。僕はこれです。僕はこちらになりまーす。おお。見えてもらうな。僕はこれです。はい、ということで2回目。これ1、え、最下位じゃないする？一番引っかかったやつ。いやー、はい、あ、ガムテープでこうピリッとやってる。あ、やれやれ。引くこといてまおう。こじこといてまえ。スタート。そうやな、かけ離れてる。なんかみんなやっぱ憧れの人っておる。憧れの人、憧れ、憧れの人とかグループとか。アツシ。ああ、お前は。俺、あ、イチローかな。野球が。はい、うわー、うまい。マジで。あ、すいません。あ、後で。マジか。投げてる。いや、でもまだ2回戦やから。1回目後半やろ。でも1回目1位やから。じゃあ、そんぐらいちゃいない。ポイント制でいこう。ポイント制でいこう。マジか。
野球は頭なかった。どうやって言ってるの。いや、俺ほんまに自滅。いや、そうやで、俺だから言わすために無理やり言うな。じゃあ俺もう浮かんでこなさすぎてたまたま一郎って言うのは本当に一郎って言うの。俺の考えとったのはオリンピックの話に振って野球って言わそうと思った。うるせえ。コーヒー誰だ。憧れの人。憧れ、うん、なんかこういう人になりたいなみたいな。どういう人になりたかったっていうふうに。カジさん、いいパパ頑張ります。グッズに媚び売りを。あ、それよパパやから。その小さい時どういう人になりたいなみたいな、なりたかったなみたいな。どういう人というか、プロ野球選手じゃん。ああ、なるほど。好きなことで稼ぐ。あ、まあ、そうやな、うん、プロ野球選手で誰が一番男前。柳田。あーかっこいいな。俺は柳ちゃん。ちょっとこれは俺へのワードちゃうか。ギータってどこ出身の。広島や。広島だよ。兵庫出身ってあんまおらないの。おるか。マー君、佐藤君。あ、そうなの。あ、痛い痛いのこれ。姫路おらんの。海野が。あ、海野。海野でもあれに。ラッシュだよ。辰巳もおるよ。じゃあ辰巳、佐藤。東を。でも結構姫路って偉大な人多いやん。おいおい、マジで。名倉潤とか、ヒカルとかさ。あ、ほんまや。ミッキーとか、アンポくんもやし。あ、そうか。で、次に俺ら。姫路。姫路出身で打っていこう。地元で どういうとこが好き。乗りちゃう。ああ、関西の乗りみたいな。そうそうそう。龍太郎あれなの、姫路出たいとは思ってるせんけど。全くないな。なんだろう。結婚しても、結婚してもすまん。結婚しても感じやん。貴重な一本。イグイ。うぇーい。姫路。出ましたね。さあ、決勝戦です。俺全く分からん。俺全く分からん。ほら全く予想できない。え、俺言いそう。ちなみに今までの話の内容的に、微妙やな。めっちゃかっこいいな。かっこいい。平成クイーンって言ったらマジできっと。おカズヤ、はい、カズヤおもろすぎるよ。なんかイケメンっていうより可愛い系じゃん。綺麗やな、背景が。誰とコラボしたい。あの普通に YouTuber じゃなくても芸能人とか誰とコラボしたい。コラボ、アツシ単体で。アツシって今 EXILE 抜けた。卒業したあれ。うわ、抜けと。でもソロではおる。社長誰だっけ。ヒロさん。ヒロの会社でアクシがおるんだ。ヒロさんも今社長ではないけど。あ、そうなの。課長らしい。あ、次長か社長。社長急に昇格。今エグザイルの次がジェネ。え、セカンド。あ、セカンドで3代目。はい。これいいやん。ありがとうございます。3代目 JSO BROTHERS。 いいな、いいな。ポイント制で1位から4位までそのまんまのポイントつけていって、今6ポイント5ポイント4ポイント5ポイント、まあ今最下位独走中ですね。へえ。スネゲの調子どうですか。絶好調です。ビンダチーム。さあ次最終決戦となっております。はい。それでは3秒カウントしてください。めっちゃ怖いねんけど。3 2
1、ダーン。